皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。今回の MBA ラウンジラジオはですね、よくいただく相談についてお話をしたいと思います。MBA の出願に関して、転職が多いと、選考に不利になりますかというようなご相談ですね。これは結構多いですね。よくいただきますね。これについてね、お話をすると、 まあどうしてもね、人によりますということになってしまうんですけども、転職が多いというだけで不利になるということはまあないかなと思います。要は、その転職が多い人、ね、えー、そういう人たちは、その理由がうまく語れるかどうかにかかってるかなと思うんですよね。 やっぱりこう、キャリアのストーリーとして、えー、うまく説明ができるかどうか、そのインタビューとか、エッセイとか、その他の書類で、そこが重要になるというところですね。そこで、しっかりと納得のいく説明ができれば、逆にプラスになると思いますし、そうじゃなかったら、やっぱマイナスになるということがあるかなと思いますね。 例えばね、本当にジョブホッパーみたいな感じで、2、3ヶ月にね、仕事をバンバン変えていると。で、それもなんか一貫性がないように見えますとかね、えー、なんか似たような仕事、職種をね、えー、なんか転々とし,たしているとか、もしくは全く違う業界をなんか行ったり来たり、なんかよくわかんない。なんか一貫性がなくて、この人の専門性なんだのかよくわかんないですよっていうようなことだと、 まあ結構厳しいかもしれないですね。しっかり説明がするのも大変かなと思います。ね、やっぱり理想的なのは転職の回数が多くてもいいんですけど、こうレベルアップしているような感じで転職、ね、できているっていうのが分かるといいですね。そのレベルアップっていうのは別にあの会社の規模とか知名度っていうことじゃなくて仕事内容としてね、えー まあ最初は、ね、こうメンバーのような仕事で転職してなんかリーダーのような仕事をすると。で、さらに転職をして、またこう、責任範囲が広がるような感じで、どんどんこう出世するような感じでその転職してると。こういうことが結構分かるといいかなと思いますよね。あとは結構、まあ、マーケティングだったら、マーケティングのプロとして、 いろんな業界を経験してるっていうのも、一つあの考えるようによっては、これ、プラスに働くかと思いますね。まあ、私も MBA 受験するね、多くの方を見ている中で、どうですかね、あの転職してる人の方が、やっぱもちろん多いです。平均して、どうですかね、2社か3社ぐらいですかね、30前後で。 3社目ぐらい、三社目。うん。それぐらいが結構多いですし、全く違和感がないと思いますよね。しっかり説明できれば。逆に同じ会社にずーっと10年間勤めてるっていう人はあまり多くないかなと思います。社費留学の人は多いですけどね。というか、社費留学の人はほとんどそうですけど、まあ、結構ね、やっぱり理想なのは、まあ、30前後とするならばですね、実務経験が10年前後であれば、 まあ2社か3社ぐらい経験していると、まあ、いろんな会社、ねえー、文化とかそういうのもやっぱ幅広く知っていますねというふうに見られるので全く転職しないよりは、ねまあ、2, 2社3社経験している方が、まあ、私個人的にはいいと思いますしビジネススクールとしてもそこはね、えー まあ全く問題ないですし幅広さっていうところがね、えー、強調できるかなと思います。でその中身もね、なんで転職したのか、転職してどういうふうに変わっていったのかっていうところが、うまく説明できれば、不利というよりは逆に有利になるんじゃないのかなというふうに思います。ねはい、ということで、本日の m b a ラウンジラジオはですね、えー、転職が多いと。 選考に不利ですか？というご相談についてお話をしました。以上です。ありがとうございました。